ライブ中気をつけてな。おお、お前たちにステージに上がってこれる勇気があるならな。俺たちのファンはすごい。この前さ、久しぶりにさ、ライブでね、質問コーナーをやったわけよ。ファンの子に、じゃあ聞きたいことあったら教えてねって言って聞き寄ったじゃん。だから、最近やったのいつですかって言われて、最近セックスしたのいつですかって言われて、だからもう、お前2列前でちっちゃい子抱いと、母親が。言うなよ、そんなこと。なんで見えてない？視野こんなんか。2列前のお前の、斜め前に小さい子抱いてお母さんがおるって。そういうの分かんないんだから、うちのファンみんな。で、それに対する社長の回答が、いや、もう別に俺、セックスしたけど、みたいな。セックスしたやつがバリ整理やったけん、ベッドがバリ汚れてる。いいよ、そんなこと言うな、よりによって。よりによって、そんな話。社長も社長、より、お前が一番見えとるだろ。めちゃくちゃちっちゃい子おったが、この前のファン。そんなこと言うな、具体的に。一番最悪。中で一番最悪の回答。なんでそういうこと言うん？機械なん？ 言われたこと全部答えるようにプログラミングされてるんだ。そんな奴らが集まってきた群雄割拠。俺たちの 俺たちのライブのアリーナ席は群雄割拠よ。デリカシーを無限の彼方に置いてきたモンスターたちが、お前、所狭しと並んで、お前、すごいことなので覇権握りやっと。最高なんだから。そんな時にステージなんか上がってきてみろ。骨も残らん。今日の動画を見てくれてありがとう。そんな感じでね。あとみんな切り抜きとか回ってきたらね、高評価とかいいねって、登録してあげてね、切り抜きの職人喜んじゃうから。ね。じゃあね、本当に。バイバーイ。